今度の、今度の総裁選は、総裁選は、どっちが当選するのか、をはっきり言ってしまうんだ。はっきりというのであれば、当選する、人物は、ちょっと待ってくれ。なんで。今日はあるゲストが来ている。まあいい、登場してくれ。先輩方、5歳上の2062年から来た男だ。まあ、たまにこうやってかぶることもあるということだ。2038か。そうだな。2038年の確認の、そうだな。そうだ。ある重要なことを確認しに行ってそうだそうな。そう。俺がそうだ頼んそうだ。だ。頼んだというよりも、まあいい、かなりややまこりししく、くなる。ややこしい。そうだな、ややこしくなる。そうだ。それでは、早速、質問に答えて、エエククトトスする。ール。最初の質問は、これだ。なるほど。なるほど。まあ、直感で、人物が、どういった人間かというのを把握することができるか否かということだな。そうだな。確かに気になる。気になるであろうな。確かに気になるこれであはろっう。きり言っておくんだが、まあ、これに関して言ってしまえいば、や、私が言おうかなと。そう、まあいい。そうか。どうする？お前が言ういか。や、お前が言っていいいぞ。や、そうか。いいぞ。じゃあ、私が言おうではないか。言ってしまうんだ。これははっきり言っておくんだが、見た目というのにあまり気を取られないでくれ。取られないでくれ。もちろん人を判断するときというのは見た目というのはそうだな。かなり重要。そうだな。例えば、受け答えだとか、そのものが発する雰囲気だな。あとは周りの環境なんかだとか、要するにそのもの自体の容姿そのものではなく、そのものから何かしらを感じ取ることというのが重要だということだ。見た目で判断するのはもちろん大事な要素だが、一番重要なのは雰囲そうだ気。な、雰そうだ囲気な、だ。そうだ。よって、見た目の印象で判断というのは間違ってはいないけれども、正確には正しい
わけではないということははっきり言っておく。それでは次の質問へ行くとする。次の質問はこれだ。これだ。なるほど。結構いい線。確かにいい線いっている。なかなかのもんじゃないか。現代人、まあ未来とは結構乖離があるんだ。そうだ、うん、まず最初に言っておくんだが、意識に関することはあまり深くここで言うことは許されない。もちろんだ、これは時空法でもトップシークレットに値すること、まあ、しかしながら、まあヒントとして、うん、この問いに対して答えるとするのであれば、ここで言う共通サーバーというもの自体が神であって、うん、意識そして神そして全宇宙というのは一体化している、まあつながっていると言っておこう、うん、そうだな。そしてそれは数で言えば無限であり、そしてさらに言えば全てつながっているなということだ。まさにそうだ。つながっている。そしてもう一つ付け加えるとするのであれば、超能力者だとか霊能力者というものは、うん、アクセス権限を得る方法は探していない。いない。ただ単純にこの物質世界のありとあらゆるものの内側に存在する、まあ何と言えばいいであろうか。そうだな、一言で言えば魂だな。そうだな、その魂を無限に広がるように解放に導くとでも言っておこう。まあ本来持ち合わせている意識を自由に羽ばたかせる、まさにそうだな。ということで次の質問へ問いに行くとする。次の質問はこれだ。これだ。なるほど、うん、ちょっと待ってくれ。これは警告したはずではなかろうか。確かに2010年にとっくに警告はしているんだが、まだやはり、ああそうか、まだ把握してない。そうだ、その通りだ。そうか、先輩方よく聞くんだ。よく聞くんだ。いいか、アルコールは、アルコールは非常に危険だ。危険だ。しかしながらメディアはやはり隠しているようだな。まあさっきも自分こいつが言ってくれたんだが、現在かたくなに隠しているのが現実だ。いつまでも隠すつもりでいるであろう。そうだな、どうだ、その通りだ。よっしゃ、もうこれもはっきり言っておくんだが、言っておく、アルコールはそうだな、タバコだとか、マリファナよりも圧倒的に、圧倒的に危険だ、間違いないことだ。ということははっきり
言っておく。言っておく。年間280万人が死んでいるのに、おかしな話だな。まさにその通りだ。次の質問へ行くとする。次の質問は、これだ。これだ。なるほど。なるほど。やはり気になるようだな。やっぱりか。気になるようだな。絶対気になるはずだ。そうだな、少し先がやっぱり気になるようだ。遠い先よりも少ないか、そうだな。よく聞くんだ。この際だからはっきり言っておく。ちょっと噛んだけど、はっきり言おうじゃ。今度の総裁選は安倍氏と石破氏、どっちが当選するのか。やっぱり気になるようだな。そうだな、はっきり総裁言うべきだな。はっきり言ってしまうんだ。いいか、先輩方、よく聞いていてくれ。聞くんだぞ。今度の総裁選はどっちが当選するのか。はっきり言ってしまうんだ。はっきりというのであれば、当選する人物は、安倍だ。ちょっと待ってくれ。なんで言うんだ。安倍だ。なんで言うんだ。別にではないか。みんなこれを楽しみにしてるんだぞ。いや、お前の勘違いだ。ジャガーから聞いたもん。結構なんか、この引っ張りみたいなのがに、楽しみにしてるって。それは違う。実は、嘘だ。いや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 、そんなのは信じない。ジャガーはそのかさちゃんとこういうなんていうかこういう言い方が結構好評だと。違う。そそのかされて、そそのかされて言っただけだ。いやいやいや。だって俺結構もうなんていうかずっと続ける気でいるし、それはジャガーが嘘をついているんだ。俺は知っている。そうなのか。俺は知ってる。まあいい。俺は、まだ続ける。次の質問へ行くとする。行くとする。次の質問は、これだ。これだ。なるほど。なるほど。やはり、未来人であっても、好きかどうか気になるようだな。未来人は女に興味がないと思い込んでいるかもしれないな。やはり気になるようだ。気になるようだ。よく聞くんだ。聞くんだぞ。女子は好きかどうか。なんだが、これに対する答えに、はっきりと答えるとするのであれば、大好きだ。ちょっと早いと思うわ。そうか？まあいい。私は過去に、そうだな。深田恭子が。なるほど。
好みのタイプ、うん、懐かしいと言ったはずだ、うん、でも今は中村アンダー、中村アンか、うん、中村アンダー、本当かそれは、本当だ、今はまだ私は深田恭子だぞ、それは昔の話だ、うん、もちろん深田恭子も中村アンになるのか、うん、中村アンだ、もちろん深田恭子も好きだった、まあ確かに中村アンは非常に素敵な女性だ、うん、未来タイプだ、未来人に好まれる、そう言われてみれば、うん、確かに、うん、未来でもかなり人気が出る要素を持ち合わせている、完璧に持っているぞ、なるほど、うん、ということで、うん、いくら未来人であっても、うん、女子は大好きだ、好きだということだ、好きだな、うん、いいな、それでは今日はこの辺で終わるとする、終わるとする、また何かあれば説明のところの質問フォームから、そうだな、何か聞きたいことがあるのであれば送ってくれ、簡潔に頼むぞ、簡潔に、そうだな、うん、なるべく簡潔に、うん、だな、そうだな、それでは今日はこの辺で終わる、終わろう、以上です。